伸び伸びと背伸びの運動から。はい、力まない程度軽く手を握って。腕と脚の運動です。腕は軽く横に振り、脚元気よく曲げて伸ばしましょう。腕を回す運動です。腕で綺麗な大きい円を描くように意識をして。足を開いて胸の運動です。ここは指先まですっと伸ばして、心地よく胸を反らせて緩めます。体を横に曲げる運動、椅子に腰掛けてる方はゆっくりと。息を吐いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動です。ピアノの音をよく聞きながら。体をねじります。腕を上下に伸ばす運動、腕を曲げて、伸ばして、曲げて、伸ばします。足を開いて、上体柔らかく斜め下に曲げます。正面で胸反らし。呼吸を上手に使いましょう。息を吐いて、大きく吸います。体を回す運動。よく伸びた腕でぐるっと円を描くように。腰の周りの筋肉をほぐしましょう。両足跳びの運動です。椅子の方は肩を上下に揺すりましょう。腕と足の運動。呼吸を整えながらゆっゆったりと動きます。深呼吸、深く息を吸って吐きます。金曜日のテレビ体操はこの辺で、今日も一日どうぞお元気にお過ごしください。